ご視聴いただきありがとうございます。ちょっと気になった場所に行ってみます。宮城県栗原市には神様が振ったサイコロと呼ばれる石があるみたいなんです。ワクワクしますね。どんなサイコロなんだろうって言っても石ですからね。もう近いんですけど、のどかな風景が映りますね。本当にこの先にあんのかなって思うんですけど。あとサイコロで思いつくのは小坂和樹ちゃんなんですよ。高校の時とか夏休み長いじゃないですか。お昼過ぎにごきげんようという番組があって、それを楽しみに見てみました。ゲストの方が来られてサイコロを振り、その出た目のエピソードを語っていく、本当に楽しい番組だったんですよね。あの時は若かったし楽しかったなって思って、すんごいこんなところにあるんですね。あ、見えた、あれかな。あ、ちょっと大きいですね。すごいな。あれですね。本当に何でもないところありますね。ぜひ気になった方は来てみてください。いや、来てみて、キャイン。